トルク 5G で SIM カード、マイクロ SD メモリカードを取り付ける方法をご説明します。取り付けを行う前に必ず端末の電源をオフにしてください。また充電器や外部接続端子からのケーブルやコードを取り外してください。 SIM カードが挿入されていない状態では電話、メールの送受信、モバイル通信等の操作は行うことができません。ご注意ください。ロック回転工具が同梱されていますのでご用意ください。工具を使って背面カバーのロックノブをフリーの方向に回します。背面カバーのへこみに指をかけ取り外します。電池ロックを開くの方向へスライドしてロックを解除します。電池パックを取り外します。飛び出さないように手で受けながら手のひらを合わせるように叩いて取り外してください。トレイを引き出します。SIM カードは金属部分を下にし、トレイの切れ欠き方向に合わせてはめ込みます。マイクロ SD メモリカードは金属部分を下にしてトレイにはめます。トレイを奥へゆっくり押し込みます。電池パックを取り付けます。接続部の位置を確認し、電池パックをスライドさせてしっかりと押し込んでください。電池ロックを閉めるの方向にスライドしてロックします。背面カバーを先端の爪部から斜めに差し込んではめ込みます。浮きがないように注意して背面カバー全体をしっかり締めてください。ロック回転工具を使用してロックノブをロックの方向に回します。これで取り付け完了です。